皆様明けましておめでとうございます。本編に入る前に新年一発目ですのでご挨拶申し上げます。本年も昨年と同様、愛も変わらずいつも通りの普段通りのペースで行わせていただきますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。さて今私中之島線の沿線を沿いながら川のほとりを歩いて中之島駅を目指しています。言うてもまっすぐですからね、あっちをあとグーって行けば、あっちグーって行けばどうにかなるでしょう。グーっとね、グーっと。で今回はこの中之島線の沿線の川のほとりを歩いて向かってます中之島駅、今回はこの駅にちょっと用があります。もう間に合わんので、四ツ橋線の肥後橋から歩いてきたんですけど、案外間に合うもんなんですね。京阪線の中之島駅、もといこの京阪中之島線が比較的最近できた新しい路線で、最初の頃は快速急行が乗り入れていたりとしていましたが、今は日中普通電車が15分に1本やってくる都会の中の秘境路線をやっております。とはいえ、需要は高いですけどね。しかし基本的には普通電車、準急以上、急行や特急、快速特急といった車はこの駅にはやってこないはずなんですが、電光掲示にはちょっと目をね飛び出して見たくなるような、そんな表示がされてますね。明らかに普通電車とは一風変わってる表示。2番目にありますは快速特急、特急をも差し置いてそんな車がどうしてこの中之島に、いやそんなことはないでしょう。特急も来ないのに快速特急が来るだなんてあるはずがないと言いたかったです。中之島、やっぱりここは中之島ですよね。中之島なんですけれども、なんでここにこの車が止まっている。この車は皆さんご存知、京阪8000系、6号車にはプレミアムカーが、4号車にはダブルデッカーを備えていて、無料でねプレミアムカー以外なら乗れる素晴らしい特急列車でございます。主戦場特急がメインですんで、この中之島線普通電車ばっかのところにこれが来るわけないんですが、この日はちょっと特別なことがあったんですね。もともとこの中之島線には特急運用の車というものは滅多に来ませんが、この日は五私鉄リレーウォークと呼ばれるイベントが京都出町柳から始まっていましたんで、その時間に合わせる特急、かつ淀屋橋はパンパンなんで空いている中之島、こちらがこの快速特急の始発駅に選ばれたものかと考えられます。実際休日も結構淀屋橋って特急以上も出入りしますんで、なかなかこういった臨時を差し込む機会というものが絶妙なところに設定しないと淀屋橋は難しいと言いたかったんですが、この1時間後と2時間後にそれぞれ淀屋橋始発の臨時快速特急運転されましたね。で今回なんですけど、この快速特急が運転する中之島始発出町柳行き、これに全区間乗ると言いたいんですが、京橋から先は基本的に快速特急っていうものは淀屋橋の始発便より運転されていますんで、今回は四角間ではありますが中之島線内だけでこの快速特急を楽しんでいこうと思います。地下線で何ができるんだって言われるかもしれませんが、最初の停車駅渡辺橋、最近できた中之島線ということだけあって、もう反射がねしてますよね。反対側見てもらって分かるんですけれども、8000系の赤い車体、それがもうこっちにもね映し出されているわけで、なかなか来ない車両がねこう来てるっていうのをよりよく分かる、そんな状態じゃないでしょうか。この先渡辺橋、大江橋、浪速橋、天馬橋、そして京橋と中之島線内に限り、こう橋のつく駅がね5回連続停車駅、そういう状態になります。渡辺橋、大江橋、浪速橋、天馬橋、京橋、
こうしてディスプレイに表示されているこの駅名もなかなか見れるものではありません。そもそも8000系自体が中之島に入ることが滅多にありませんからね。次の停車駅は何輪橋、3つ目の橋のつく駅、滅多に行かない橋ですけれども、実は案外この快速特急、見た感じ中之島線の電車として利用している一般の方々も体感ではありますが、あ、いらっしゃるなと感じた自分がいました。多分本当にね、利用するために乗ろうとした電車がこれだったっていうのが一番かもしれませんね。なかなかに運の強者かもしれません。普通は絶対この車内では聞けない放送ですよね。最近の8000系といえばめっきり淀屋橋行きの特急、それについているんで、その車で淀屋橋行きの案内をするのはなかなかないでしょう。そしてなんと右手をご覧ください。あちらは特急の出町柳行き、一応臨時でも快速特急の方が種別上は上なんですが、時刻の壁というものはやはり破れませんでしたね。種別上は快速特急の方が特急よりも上の種別、しかし今回中之島から来たこの快速特急は臨時便、そのためやっぱり定期の特急のダイヤを上回ることはできませんでしたね。まさか特急にこの天馬橋で先を行かれるとは。臨時便とはいえなかなか衝撃的な光景を見ることになるとは。でもこれはこれでなかなか面白いですよね。特急が快速特急よりも先に行くとは。天馬橋を出ると中之島線は終わり、次の京橋より京阪本線へ入ります。そしてここからは地上区間へ突入。淀屋橋方面からの場合いつもくっきりと大阪城が見れるんですが、こっちはどうやろうな。オッケー、ちらっとその姿が拝めただけでもね、もうそれ観光できてるって言えるんですから、素晴らしいスポットでございます。移動するだけで大阪城を見ることができるだなんて誰が考えますでしょうか。ということで中之島線を走り終えて列車は京橋に到着です。この先枚方市、葛葉、中所島、丹波橋全て通過し、次は七条まで止まりません。そこはまあ定期快速特急の道筋でもあるんで、中之島線からの快速特急をここで降りるとしましょう。ちなみに6号車にあるプレミアムカーですが、この臨時便の設定の時ここは締め切り状態、誰も乗ることはありません。ですのでドアは開いていますが、向こう側のドアが開いていない、そんな状態が見受けられました。ダブルデッカーもかなりの盛況ぶり。やっぱりイベント用の臨時便ってだけあって、その時間を楽しむ方々にとってこの車のダブルデッカー、そこは最適解な場所だったんでしょうかね、やっぱり。ということで今回は中之島発の臨時快速特急出町柳駅でございました。といっても中之島線だけですが。というわけで今回はここまで。全く快速特急要素はありませんでしたけれども、ご視聴ありがとうございましたと言いたいですが、今回はおまけが一つあります。この後の定期特急列車だったんですけど、皆さんプレミアムカーって種別で需要者が分かれるらしいんですよね。こちらを見ていただいて分かると思うんですが、8時37分の特急がね、全部プレミアムカーが終点の出町柳まで埋まっていて、40分の次の54分の特急、こちらも終点までほぼ空きがないという状態の中、その間に挟まれた快速急行は全然空いてるんですよね。プレミアムカーも気軽に乗れちゃう、それぐらい余裕があるということです。これ一見すると特急が先行して快速急行よりも早く出町柳にたどり着く、
そう思うかと感じますが、というより実際そうなんだと思うんですけれども、実はここはね少々事情が異なりまして、実はあれ快速急行の方が先行します。特急より筋をね見ていただこうと思うんですけれども、こちら一目瞭然ですね。後続の特急と先行の特急、まあ先行の特急は早く着くんでいいとして、後続の特急よりも間にいる快速急行の方が出町柳には早く着きます。そう、回種別だからといって追い抜かすという概念が存在するというのはまた違った話になるんですね。うまいこと京阪の顔が並んでくれまして、混雑が著しくある特急出町柳行き、特にプレミアムカーにちょっと着目していこうと思います。乗車前と乗車後、この京橋の時点を見る限りでも案外埋まっているのが分かりましたかね。プレミアムカーもそうですが、一般車もかなりの混雑が見受けられます。まあ、これはね分かるんですよね。しかし次、先行するはずの快速急行京都出町柳行き、こちらの車両にもプレミアムカーはついています。しかし先ほどとは打って変わったものが見られるんでしょうね。きっと一般車もまあそこそこの混雑でしょうか。いや余裕がありますね、だいぶ。まあ、この駅から混雑すると考えまして、さてプレミアムカーはどうでしょう。ここから乗車が見受けられますが、やっぱり特急とは違い全駅余裕があるこの素晴らしい青き丸表示、後続の特急よりも早く着くのに全然余裕があるこの青き丸、まだ堂々としてますよね。そして気づいたらなんと駐車島から先全ての座席が埋まったらしいです。次、マジで、多分こっちだったらまあ余裕でプレミアムカーも座席確保ができたかと思います。なんなら空席がありますよね。ちょっと当日の私の撮り方がすごく悪いですが、プレミアムカーの座席を見てもですね、案外稼働している席、空席の方が多く感じませんでしょうか。もっと次の特急よりさっきの階級の方が絶対快適だと思うんですけど、種別という基盤が生み出した現象なんでしょうかね。こんな感じで優等種別でないのにもかかわらず先行するという場合もあります。そういった時はねかなり空いていたりもしますので、案外狙い目かもしれません。 JR はまああまり見ませんが、私鉄系だとねこういったことがあるかもしれませんので、特急以下の速達種別というものに目をつけてみるのもありかもしれませんね。というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。